しそうに幕張トンナン線飛びあり、うん、これ普通に予約すればいい、ね、はい、いきなり早速方針あれさっきと同じ人じゃん。はい、トイメンの方は先ほど同卓していただいた12さんは福地さんと同卓された方が、すごい。これは普通の天候ルールで、ですね、連続3試合の合計スコアを皆さん競ってます。で、おかわり1220です。1220わかりました。はい、おかわり1220、東南戦です。結構前のトップ重視でいいです。これ親か、親ですよ。これなんかめちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。予想引きが若干むずい。あ、簡単だった。簡単だった。こっちはは。イエーイ。すごい身長だな。一個のミスも許されない。三色とか見落としたらどうしよう。これ眠いんですよね。殴らないから。いや、一応予想引いたら三色変化とかあるから。まあただ一発損にしないですよね。このままにするから。でしょ。いやこんな取ってないのか。泣きなしは使わないんですね。いや、使うときは使います。使うときは使うんだ。これは使うときではないってことですか。いや、まだ今あんま泣きはないんですけど、これでもリーチって言われて宣言入ってるってことだったらってこと。なるほどなるほど、宣言入る話だと連打もあるし、そんな慎重にやるんだ。めっちゃ泣かしてくるんですよ。めっちゃ泣かしてくる。本材が続々といなくなりました。パーピーだね。そろそろパーピーの中に行きますね。痛すぎますよね。そうですね。すげえな、3枚するとかしたことないんですよ。これ泣くですか。あー、でもこれは泣いていいかも。いや、泣きたくねえけど、もういいや。どっちでも確かに、泣かないと結構きつい気もするけど、でも泣かないな、僕は。これ、競技麻雀とか泣きたくないですもんね。競技麻雀だったら、競技麻雀だと泣かない。やっぱ、これも泣かない。なんかすげえな。あっという間に、ピンズの追いつけたりしてる。ちょっと待って、こっちが、こっちがスチーピンだっつうのに。ホンダシューピン。ホンダシューピン。光は何が残ってるんですか。白は1切れ。春1切れ。まあ、1157、9で。うん。なんか街読みにくいな、これ。でも真下じゃない。キューピンズも下。両面わかんない。シャボイ。シャボイ。ピンとなんかのシャボみたいな。あー、おピン。なんだ、いいピン持ってる。うおー。ニッサーさん。いきなりアサピンさんの方針から。これちょっと面白い。ニサササね。ニサササか。はい、一番。ちょっと、あれ、なんか読み切れる材料とかあったらすげえ恥ずかしいですけど、大丈夫ですか。いや、読み切らないですね、今は。なんか赤入ってます、これ。まあ、他の人が上がった時に入る。今のところ来てはいない。そう、今のところない。いやぁ、こういうのどうするんだろう、アサピンって。何でしたっけ、福井さん、これ。ん？手前が？あ、急走。これなんて湿ってる？湿ってる。湿ってます。つやがない。言うよね。言わないですか？え、初めて聞きました。手配し、え、言う？いや、言わないです。言わない。いや、言わないっすよね。当たり前だって言うんで、本当かなと思って。つやがない。初めて聞きました。いや、なんか自分が使う言葉じゃなくて、周りが言ってる言葉で認識だったんで。湿ってるは初めて聞いたな。おかしいな。完全に湿ってはいる。完全に湿ってる、これは。でも、こんぐらい湿ってる未来が見えない。こんぐらい湿っててもやっぱこういう風にやるんだな。一応真面目にね、真面目に。俺こういうの真面目に打てない。あ、そうなんです。取りこぼさないようにね。万が一7万とかから出てきた。 GP3 万って引くかもしれないですからね。それ結構なんか強い人でも分かれますよね。俺湿ってるとダメなの。一応湿気が苦手なタイプ。湿気が苦手なタイプ。パイ持ちながらちょっと頑張ろうみたいな。パイ持ちながらなんか仕掛けるみたいな感じの構想になっちゃいそう。何これ。全然頭が動いてないけど、三万が結構直前に通ってたんですね。だから相撲切りが一回。これは経点で頑張ろう。どう経点？総経点。だいぶ経点取れないけど一番安全。なるほど、確かに。一番安全なルート。ほとんど取れないけど。手出し1はランタン。
ついけど、こうしよう。数は持ちたくない。3本通った。いや、こっからの進行興味あるな。こっからは多分あんまり、まあ、危険は犯さないっていう感じで、ね、言いそう、言いそう、あれどっちが安牌、時間がやばい。3、まあ、どっちも結構安牌。言いそうの方、まあ、どっちも片方にちょっと危ないか。ウーピンぐらいは通してほしいけど、トイトイではないですよね、多分。トイトイではない。うん。トイトイではない。多分。ドラヒョウが取ったんですか？お。上がる。ウーピンぐらい。リサちゃん。見せるよ。今のうまかったでしょ。自画自賛。うまかったがゆえの宝珠でしょ。あるある。断固として主張するね。うまかったぞ、ピンちゃん。しかもいいシャンテンで打ってないとこがいいですね。みんな受けてるぞ。確かに。お、写真きた。全力でいってる。これは上がれるわ、さすがに。切れたからドラタンキでも。いいですね、そうですね。ドラタンキでいこう。ドラタンキで。ドラのありかなんて全然わかんないですね。うん、ドラのありかはまあわかんないです。それじゃわかんないかな。基本、分からない時の方が多いですか？分かんない時っていうか、もう来た、もう分かんないです。来たー。来た固められてそうだな、でももう、うん、これだけ出てないと。これはさすがに入るでしょ、素直にね、さすがに。さすがにって言うほど街良くないそうだね。これ山蔵って通ってる、山蔵通ってない、通ってない、あ終わったか、終わんない、あーいいピン、まさかの持ってた、こんなバカな山蔵と一緒するの最中に引いたと、最中っぽいっすよね、さすがに。いや
かりたいよ。あーうまいうまい。これはダメだ。大チャンスが。我慢が足りなかった。急そうだな。もう一我慢。ね。南3局で今3着目トップと1、8、6差。松も2回もしくは羽マンと3球羽相と3球ぐらい、ちょっと、厳しい厳しい3球すら厳しいですね。なんかほっといたら上下が上がっちゃいそうな感じ。やっぱりね、みんな前のめりに打つからね、結構何をやっても多分止められないと思う。これをとりあえずチリしてやってる。出た馬ぶり。これも狙いは上下ちょっと待ってやったんですよ。この仕掛け見てチュン出てコンって言われたらマジウケるけど。それはウケる。これね、今のうちみたいな感じでチュン打たれて。ひどい。今のは天候に2度の回復した。これすごいな今の。日本で逆効果にほどがあるだろう。とりあえずもうでラスに落ちた。ハレマン狙おう。ラスに落ちましたね。一応見差しがあるからちょっと。ああ。ああ終わった。カラスは。もう強気な。参りました。ラッスお疲れ様です。いやでも見せました。面白かった。うまかったんだけど。いやあの拍で打ったのは芸術的だから。あの9万チーからね。そう馬振りって言われて。麻雀スリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録高評価 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。